名前と年齢しかわからない。親戚どころか誕生日すら不明。本人に聞いてみたけど。こんな小さい子供じゃ無理ないわよ。なんて気の毒なのかしら。これからどうなってしまうの？急な事故だったからね。引き取り手が見つからないとなれば、孤児院に預けることになるだろう。じゃあこの島とはお別れなのね。かわいそうに。仕方ないさ。この島にはハービン専用の孤児院しかないからね。あそこがもっと大きな施設だったらよかったのに。どこぞの王国や大きな後ろ盾でもあれば話は変わってくるんだろうけど、充実した施設なんてそうないさ。せめて受け入れ先が早く見つかるといいわね。大変だ。決まりかけていた個人が急に断ってきたぞ。手続きを進めていたのに、この子の特徴を伝えたら拒否したいってさ。特徴ってあれのこと？そこまで気にするようなことでも。話し合いの結果、この島で暮らすのがいいだろうってことで落ち着いた。個人がないわけじゃないからね。そうね。種族の違いなんて小さいうちなら変わらないわよね。そうさ、何も不自由なことなんてない。小さいうちなら。今日からここが君のお家だ。みんなが君の家族なんだよ。だから仲良くね。なんで黙ってるの？喋れないの？どこから来たの？ビカラちゃんは緊張してるのかな。皆さん優しくしてあげてね。はーい。ねえビカラちゃん、こっちで一緒に遊ぼう。ビカラちゃん、今日は縄跳びとかくれんぼどっちがいい？かくれんぼ？縄跳び？両方。私もどっちも好き。じゃあどっちもやろう。
おい、何見てんだ。俺たちのこと見下してんだろ。あ、いえ、違う。くっ、あっち行けよ。いつもみたいに隅っこでおとなしくしてろよな。あ、はい。つまりここを出て一人で暮らすのはどうかな。君には合わないみたいだからね。そこで他の受け入れ先を探してみたんだが、手一杯みたいで。だから君の今後に関しては町の組合に話を通してみたんだ。住むところと仕事は用意できるそうだ。かなりいい話だと思うんだけど、どうかな。ね。
この皿、汚れが落ちてないぞ。この前も同じこと言っただろう。覚える気あるのか？あ、すみません。まったく、皿洗いも満足にできないなんて。簡単に見つけることができたでし、この島にいてくれてよかったでし。どちら様でしょうか。あなたを迎えに来たものでし。どこにいるんでしょうか。人違いだと思うんですけど。人違いのはずないでし、オラにはわかるでし。そこであなた、十二神将の根の神を継ぐでし。あ、無理です。おい、あ、それじゃあ。何だったんだろう、さっきの。何だとは失礼でし。あのタイミングで帰るってありえねえでし、マジで。完全に会話の途中だったでし。その声は、さっきの。これは何？驚くのも無理はないでし。オラは魔物用のトラバサミでし、その名もドーマウスというでし。ドあ、何かご用でしょうか。さっき言ったでし、お前が次の根の神になるんでし。れっきとした十二神将でし。私がですか？十二神将って、無理ですけど。ピカラ、いるの？はい、おります、ここに。何を話していたの？誰か来てるとか？あ、いえ、こちらの。ちなみにオラの声はお前以外には聞こえないようにしてるでし。そうなんですか。そんな便利機能が。何？便利機能？あ、いえ、とりあえずオラのことは黙っておいたらどうでし。こっちの話はその後でし。あ、はい。あ、今のは独り言というかイマジナリーな友人みたいな。そう、まあいいけど。でもかなり怖いから、人前でやるのやめたら。このジョーちゃんは誰でし？あ、デライラさんは孤児院で一緒だった方です。たまに様子を見に来てくれて。孤児院？怖すぎるって！イマジナリーな人に具体的に私を紹介するのやめてよ！
孤児院ってどういうことでし、親はどうしてるでし、親は。ああ、すみません。いっぺんに話しかけられると頭がいっぱいになっちゃうので。私、今イマジナリーな人と同時にあんたに話しかけてんの？ああ、いえ、その…ああ、しっかりしろ！そりゃあ一人で暮らすのは大変かもしれない。でも正気を失っちゃダメだ。あ、はい、すみません。そのブローチ、あの時は壊してすみませんでした。私別にいい機会だったから直すだけじゃなくて改造したの。髪につける年齢でもないし。今のジョーちゃんはハービンでし、にしてはたっぱったでし。あ、デライラさんはすごいんですよ。昔から身長を伸ばすために食事、睡眠、ジャンピングスクワットをたくさん。今は槍を使って狩りのお手伝いの仕事をしてるんです。孤児院のお姉ちゃん的な存在で。そうでし、孤児院って何でし、説明してほしいでし。事情は分かったでし。しかし、なんでハービン専用の孤児院に行くことになったでし。あ、それは受け入れ先は別の島の孤児院に決まりかけてたらしいんですけど。私当時たまに髪が白くなることがあったみたいで、気味悪がられて断られたとかで。やっべえでし、こいつの血縁を遡れば根の神の初代に行き着くってのに。恵まれた血筋とは裏腹になんて悲惨な生い立ちでし。しかも髪の剣も血筋が原因でし。こいつが自分の血筋を知ったら、これまでのクソみたいな生活と比べて逆上するんじゃねえでしか。なんでもっと早く迎えに来なかったんだって感じで、弟子。それでどうして私が十二神将に。なんとなくでし、式神としての勘ってやつでし、あ、できそうってピンときたでし。だいぶ勘が鈍ってらっしゃるような。そんなことはないでし。とにかくオラはもう決めたでし、お前が次の根の神でし。そんな、どうすれば。うつい。
します。あ、父ちゃん、今日も来てたんだね。お疲れ様でし。怒られてるの外まで聞こえてたでし。あ、ドジだから、私昔から何やってもダメだもん。おかしいでし。根の神の血を引いているんだから、もっと才能に恵まれてるはずでし。あのね、私、その十二神将やってもいいよ。本当ですか？うん、父ちゃんなんか一生懸命だし、こんな陰キャでよければ。しかし今のお前はまだ根の神の力に目覚めてないでし。初代の根の神というのは十二神将を率いるリーダー的存在だったんでし。歴代もそうなることが多かったでし。お前もそうなってもらわないと根の神の格ってもんがあってし。もっと明るくパワフルで誰からも好かれる人気者になってほしいですし。あ、それは何でし？昔から頭の中に陽キャな理想の自分がいて、父ちゃんが言うのと同じだなって。詳しく聞かせてほしいでし。私こんなだからみんなの輪に入れなくて、一人で妄想することが多くって、何か失敗するたびにその日の夜は理想の自分ならこうしたのにって一人で反省会してて。それがいつの間にか朝も昼もずっと頭の中にいるようになって、私の理想の行動をしてて、落ち込んでる人を励ましたり、みんなを明るくさせたりとか、運動神経もすごくて面白くて。それは予兆かもしれないでし。その人格を表に出す必要があるでし。ちょっと頭から出してみるでし。無理だよ。あくまで私の妄想だもん。あと、格好もだいぶ違うし。こんな地味な感じじゃなくて、大きなリボンがついてて、スカートがフリフリしてて。じゃあその服を手に入れるでし。呼び水になりそうなものは何でも用意するでし。服屋なんて行けるわけないよ。ああいうお店は用の人しか入っちゃいけない決まりがあって。あ、よいしょ。ちょっとお風呂だけど、ちょうどよかった。作るつもりでしか。理想の自分が着ているっつう服を、そんなことできるでし？服
肉屋に行くより作った方が簡単だし。逆じゃないですか。布安くなっててよかった。あの女性は何でし、どうして泣いているでし。あの人は少し前に恋人を亡くしたんだって。傭兵さんだったみたいで。男が戦地で死んだってことでしか。昔からよくある話でし。それからずっと泣いてるでし。町では有名で、家にいても外に出ても思い出したように泣いちゃうとか。初めはみんなあの人を必死に慰めていたんだけど、全然立ち直れないみたいで。悲しみは深いってことですね。こいつもだいぶ進んだでし。それにしても器用なものでし、こういうの得意でしか。孤児院では内職もたまにあって、みんなで協力して繕い物とかを引き受けてお金を稼ぐんだ。でも一時的な仕事だけで、たくさん稼げたり継続的なお仕事は入ってこないけど。やあ、調子はどう。デライラさん、こんにちは。デライラさんに実はお願いがあって。もしよかったらですけど、私に人付き合いのやり方を教えてほしいんです。それはいいですね。急にどうした？何かあったの？少しは成長した方がいいんじゃないかって。無理ならいいんですけど。いいよ。いいんですか。じゃあ今やってみたら。ほら、私を知らない人だと思って明るく話しかけてみなよ。明るく。わかりました。ウェイバイブス感じる？キモ。それは明るくじゃなくて慣れ慣れしいって言うんだよ。すみません、距離感がよくわからなくて。とにかくような感じがいいかと。他人は別に怖くないから、緊張しなくていいんだって。自然に語りかければそれでいいからさ。はい。
ですね。お、ああそうだね。でも夕方は雨が降るかもって話だよ。あなたの調子はどうですか。私はこの島の出身です。あなたの趣味は何ですか。私は午後玉遊びをします。一方的に喋るな。すみません。デライラさんの書いてくれたセリフ通りにしたんですけど。ちゃんと相手の言ったことに対して何らかの反応をするようにとも書いたよね。あの人、また。ちょっと場所変えよう。てかさ、なんで急にこんなことを？何か目的があるの？みんなを明るくさせたり、楽しませたりしたいなって。あのさ、私たちは孤児だよ。いずれ誰も助けてくれなくなるし、あんたは割とすでにそうなってる。生きていくので精一杯だよ。他人を気にする余裕なんて本来私たちにはない。そんなあんたが他人のことばかり気にかけてたら、あんた自身はどう生きてくの？それはどうなんでしょう。私が孤児院に入ったのはあんたが来る少し前、一人親の母が亡くなったから。ちょっと成長が早かったせいか、うまくみんなに溶け込めなくて、そこにあんたが来たんだ。そうなんですか。とにかく私たちはみんな孤児で、恵まれた環境になんてない。他人のことを気にかけるのは悪いことじゃないけど、もっと余裕のある人がすべきだよ。そもそも何のためにそんなことをするの？どんな得があるのさ。何のため？何があったか知らないけど、もう少し自分のことだけを考えていいと思うよ。私たちは。何考えてる弟子？デライラっつうジョーちゃんの言うこと、まさか真に受けてる弟子か？確かにお前は恵まれていない弟子。でもここまでやってきた弟子。あともうちょっと弟子から。ネズミさんが。お前ぐらいの年頃の女子はネズミが怖いんじゃないですか？孤児院にもたまに出たし、その時は怖かったんだけど、あのネズミさんはあんまり。
それはあのネズミがお前の生み出している精霊だからでし、根の神が使役するものでし。え？あれが生み出されているということは、やっぱりお前の覚醒は近づいてるでし、根の神の才能があるってことでし。だから思い直すなんてことはしないでほしいでし。私はデライラさんの何のためにするのって質問を考えてただけだよ。私の理想の自分はちゃんと頭の中にいて、それは嘘じゃなくて、私が孤児院に入る前、周りの大人が私を困った様子で見ていたもん。孤児院に入ってからもみんなを困らせてばかりで、怒らせることもあって。申し訳ないなってずっと思ってたんだ。申し訳ない？私がもっとちゃんとしてたら笑い声もたくさんだろうなって。だからみんなの声に耳を傾けたくて。耳ですか？理想の自分は周りの人の暗い声を笑い声に変えるんだ。だからこの大きな耳はみんなの声を聞くための私の誓いみたいな。この世の全てを憎んでもおかしくない境遇なのに、こいつどこまで他人に尽くすつもりでしか。結局ね、何のためにって人のためじゃないんだ。私はみんなを明るくすることで自分も明るくなれる気がするの。いつも元気で笑顔で、みんなも笑顔にする、そんな陽キャに私はなりたい。みんなが話しかけてくれる、それが私の楽園、ユートピアなの。そういえば、あのすいません、あそこで泣いていた方って。ああ、彼女ね、もうすっかり立ち直ったんだよ。本当に安心したわ。私たちじゃ慰めることもできなくて、どうなるのかと心配してたんだけど。
思ったんですか？新しい根の神よ、ついに決まったの。その根の神のおかげで立ち直って、最近じゃ根津神宮に通って何かしてるって話だよ。何でもその根の神のお披露目の準備をしているみたいよ。すごいことを考えているとか。まあすごいとは言っても、ああいう類のは地味な儀式になると思うけどね。はあ。新しい根の神？今度のお役目か。かしこみかしこみ。僕はビカラ、十二神将の新しい根の神さ。ビッキーって呼んでね。ビッキー！あら？ねえ、あそこを見て。踊り子の並びにいるのって。あ、まあなんて楽しそう。根津神宮の踊り子さんになったのね。とっても優雅な舞だわ。本当に立ち直ってる。根の神がそうさせたの？すごいな、ビカラって。え？ビカラ？かしこみー、かしこみー！え？え？お疲れ様。最高のパレードになったよ。またよろしくね。お疲れ様です、ビカラ様。今だ。なんですか？おめでとう。今日は君の誕生日だよね。みんな拍手！そういえば、でもそんな嬉しい。すみません、お気遣いは。そんなことは気にしないで。僕は誕生日を祝うのが大好きなんだ。誕生日のシールもあげちゃうよ。ビカラ様のおかげで私立ち直れました。踊り子のみんなとも友達になれて。私ずっと寂しかったんだと思います。彼を失って世界中で私だけが一人きりな気がして。大丈夫、僕がついてる。みんなもいるよ。君は一人なんかじゃないんだ。ありがとうございます。
今では彼もそう言ってくれていると思います。あら、あ、どうも、いつもお世話に。あなた何か落ち込んでいるの？とっても暗い顔をしているわ。きっと悲しいことがあったのね。え、あ、いえ、特にそんなことは。もともとこういう顔で。大丈夫、隠さなくてもいいなよ。そうだわ、あなたも根津神宮の踊り子にならない？きっと明るくなれる。だってビカラ様が一緒なんだものね。そうしましょう。あ、いえ、その物理的に難しいっていうか。私、泣いてばかりの生活だったの。でもそこに明るく声をかけてくれたのが新しい根の神のビカラ様だった。私の涙はすぐには止まらなかったけど、ビカラ様は何度も声をかけ続けてくれて、私は立ち直ることができたのよ。はい、よかったですね。困ったことがあったら言ってね。私もビカラ様みたいにたくさんの人に笑顔を届けたいの。おい、さっさとここの皿も洗ってしまえ。いつまでちんたらやってんだ。すみません。今日はビカラ様のエキセントリックパレードの日だ。遅れたらただじゃ済まないからな。はい、すぐに終わらせます。まったく、私はもう準備万端なんだ。ああ、早くビカラ様に会いたい。それ、ふんふん、いいだろう。このネズミミはネズ神宮に並んで3ルピで買ったのさ。今日こそ握手できるだろうか。私もビカラ様に手を握られ、近くで微笑んでもらいたい。なんだ、そのヘラヘラした笑みは。そんな物欲しそうな顔したってダメだ。このネズミミは私の宝物なんだからな。そりゃあそうですし、名前が一緒だからって同一人物には見えないですし。あ、うん、そうだね。まあそもそも私の名前覚えてる人いなそうだしね。でもお前はそれでいいですか？パレードももう終わりですし。自己暗示がうまくいったんだよ。ネズミ身をつけてる時だけは、私も、陽キャ。あと、パレードは、ずっとやってると迷惑になっちゃいそうだから。島の外からも人が来てくれるぐらい、有名になるとは思わなかったけど。
とは平和に住めばそれでいいよ。それにもともと私に気づく人なんていないもん。ビカラ様お疲れ様でした。私を誘ってくださり本当にありがとうございました。僕が君たちに助けられたのさ。一人じゃパレードはできないからね。エキセントリックパレードを再開させる際はまた声をかけてくださいね。もちろんさ。みんなも元気でいてね。それじゃ約束の合言葉だ。ラッキークッキー、ビッキー。帰ろう。したの？私実はその、はあ？大丈夫なの？その気空団、怪しい連中なんじゃ。あ、怪しくないと思います。多分いい人だと。きっといい人。ああそう。てかなんで私にそんなこと報告しに来たの？あ、この島で私を知ってくれている人は多分デライラさんだけなので、どう思うかなって聞きたくて。昨日の夜はびっくりして断っちゃったんですけど。あんたがどこ行こうがどうでもいいよ。好きにすれば。今行けばまだ間に合うんじゃない？はい。お世話になりました。では。あ、依頼の手紙が来たんだけどよ、この島ってビカラの故郷じゃねえのか？孤児院からのお手紙ですね。え？
孤児院からかい？ビカラ様の気空団が近くにいらっしゃるという噂を聞き、筆を取った次第で。大丈夫、必ずお金を取り戻すからね。借金の返済に充てるお金でして、調べてもらったところ、プロの犯行だろうという話です。借金なんてあるんだな。どこもそうでしょうが、孤児院というのは寄付や募金で成り立っています。金銭的な余裕は常にありません。子供たちと内職をすることもありますが、安定した仕事は紹介されません。しかし施設は老朽化していく一方、屋根や壁に穴が開いたり壊れたりと、何かと物入りで。そこで以前、資産家の方からまとまった額をお借りしたのです。その返済の期日が迫っておりまして。この孤児院と土地が担保なので、あのお金がなければここは接収されてしまうのです。え、ここがなくなっちゃうんですか？事情を話して伸ばしてもらうことはできないでしょうか？資産家の方にお話ししましたが、それは難しいと。なんで、金持ちのくせに随分心が狭いじゃねえか。実はすでに期日を9回も延ばしてもらっていまして、さすがに今度は無理だと。だいぶ心広いかもな。僕に任せて。ここにいるみんなもとっても頼りになる仲間たちなんだ。ありがとうございます、ビカラ様。本当にありがとうございます。それにしても、ここってビカラがいた孤児院なんだよな。院長さん、ビカラちゃんに気づいていないんですね。院長先生、今度はこっちの壁が崩れたんだけど。すみません、ちょっと失礼します。孤児院って大変だな。デライラです。よろしくお願いします。よ
ろしくお願いします、デライラさん。私、気空詩に興味があるんだ。こういう形だけど、本物に出会えて光栄だな。姉ちゃんもハービンなんだよな。それにしては、なんつうか。背が高い、でしょ？昔から身長を伸ばすために、たくさん努力したんだ。小さいと舐められちゃうからね。ちなみに槍を使って戦えるから守ってもらう必要はないよ。そいつは頼もしいぜ。よろしくね、デライラ。ビカラ様、いや、ビカラ。なんだか懐かしいな。団長、僕はちょっと街を散策してくるよ。え、あ、ちょっと。これから話し合うってのに、どうしたんだ？なんで急に逃げたんですか？久しぶりの再会ですのに。そうだけど、それは、その…またイマジナリーとおしゃべりしてる。デライラさん、どうしてここが…あんたの行くところ、ここ以外ある？団長たちも連れてきたよ。お邪魔します、ビクラちゃん。はい、いらっしゃいませ。てか、どうして急に帰ったの？あ、陽キャデビューしたところを昔の知人に目撃された状況みたいで、たまらなく恥ずかしくなってきて。すみません。普段はネズミ身をつけてれば動揺しないはずなんですけど。でも、デライラさん、ネズミ身をつけた私に気づいていたんですか？いや、当たり前でしょ。昔からあんたを知ってるんだから。そうなんですか。それは、どうも、お恥ずかしいところ。まあ、孤児院の他の人たちはこれっぽっちも気づいてないけどさ。おお、ここがビカラの家か。めちゃくちゃボロいな。ビーさん、失礼ですよ。おー、悪い、ついな。あ、いえ、古いのは確かですし。近所の人の物置小屋だったのは、ただ同然で譲ってもらったんだよ。もともと取り壊す予定だったとか。ここにビカラが住んだってことか。しかし隙間風がひでえな。オイラたちで直すのはどうだ？さっき通ってきた道にいい感じの家具屋さんがあるよ。材料も揃ってる。あ、私も見ました。せっかくですからおしゃれに飾り付けたいですね。あ、あれ？
私を介した関係性なのに、私抜きで皆さんとっくに仲良くなっていらっしゃる。これがコミュ力。陽と陽は惹かれ合うんだね。陰の私なんていなくても別に。会話の邪魔をしちゃ悪いから、せめて気配を消しておこう。旅に必要そうなものが揃ってるお店も知ってるよ。後で案内してあげるね。わあ、それは助かりますね。オイラのリンゴも調達しておかねえとな。あ、団長さん。団長たちには力を貸してもらうね。だけどビカラ、あんたは関わらないで。え、そんなあの私何かお気に障ることをしましたか？いや、そうじゃなくて、ごめん。ずっとビカラに謝りたかったんだ。え？子供の頃、私がまだあまり周囲に溶け込めていなかった時、あんたが院にやってきた。私からすると後輩にあたるあんたは接しやすかった。それがきっかけで院にも溶け込めたの。そうだったんですか。ビカラはちっちゃかったからね。覚えていないのも無理はないよ。だけど私は、あんたがハーウィンじゃないことが早くから気にかかってた。このまま成長したら、きっと私たちの中で悪目立ちするんじゃないかって。そこで考えたんだ。私も身長を伸ばせばビカラは目立たなくなるはずだって。だから身長を伸ばすためにたくさんのことをしたんだよ。ジャンピングスクワットとか。それであれほどのジャンピングスクワットを。ビカラも割とぶっ飛んでるけど、この兄ちゃんも大概だな。でも結局ビカラは院にいられなくなっちゃった。ごめんね、私は無力だったよ。気空団に入るって言ってきた時、心配な気持ちもあったけど、この島よりいいかもって思ったんだ。良くない思い出ばかりの島だからさ。不幸を煮詰めたような境遇のあんたが私たちを恨んでることも分かってる。デライラさん。だからもうこれ以上関わらなくていいよ。負担にはさせられないから。でもその前にお願いがあるんだ。これまでの人生で溜め込んでいた不満や怒りを全部私にぶつけてくれない？昔から知ってる今のあんたの姿で、私はちゃんとそれを聞くからね、ピカラ。あ、すみません。どなたの話をしてるんですか？
お前じゃい！何も聞いてなかったの？この流れで急に別の誰かの話しないわ！あ、私の話だったんですか？恨むとか不幸とか言ってたので別の話題に移ったのかと。は？はあ！オンリーワンの該当者が何言ってんの？あ、でも不幸じゃないですし、誰も恨んでないので。え？両親は亡くなってますけど、それは私だけじゃなくてみんなもそうですし、孤児院は私が大きくなっちゃったから出ていくのも仕方ないですし、なのに住むところも仕事まで用意していただいて、あとたまにデライラさんが私に会いに来てくれる。それってだいぶ恵まれてるなって思ってましたけど。幸せの域値低すぎない？スノビカラっていつもすっげーネガティブに見えるけど、内心じゃかなりポジティブなのか？私何か変なこと言っちゃいましたか？変なことしか言ってないっていうか。もういいじゃねえか。ビカラ自身がこう言ってるんだからよ。ビカラも孤児院を助けたいんだよな。あ、はい、もちろんです。お役に立てるなら。はあ、わかった。それじゃあお願いするよ。やれやれ、ずっと思い悩んでいた自分がバカみたいだ。実は孤児院の周りで以前不審な影を見たんだ。今考えるとあれは下調べしていたのかもって。あの時点で対策していれば。施設にはもうお金はないよ。まだ子供たちがいるじゃねえか。こいつはそれを警戒してんだよ。泥棒は子供たちをさらっちまおうと考えてるかもしれねえ。手薄にはできねえだろ。さすがだな。泥棒を見つけることで頭がいっぱいで警備を考えていなかったよ。昼間は手がかりを探すとして、夜は施設を見張る必要がありそうだね。港には情報を共有しているから、まだ犯人は島外には出ていないはず。確かにまた現れるかも。今回はオラも積極的に手伝うでし。あわわ、ドマウスさん、おしゃべりできたんですか？
普段はビカラにしか聞こえないようにしてるでし。ビカラにとっては大事な仕事になりそうでし、オラも加わるでし。これエキセントリックパレードで出汁を引いてるやつだよね。ひょっとして、お前の言うイマジナリーな友人とは根の神の式神であるオラのことでし、安心するといいでし。そういうことだったんだ。それにしても喋れるなら普段から喋ってくれよ。黙りっぱなしで寂しくねえのか。オラは生き物じゃないでし、お前らの価値観で考えないことでし。やれやれ、ずいぶんとドライなやつだぜ。デライラ、借金の返済の期日はいつなんだい。明日の日没に間に合わなければ土地も施設も売りに出されるみたい。明後日には立ち退きだね。子供たちは離れ離れかな。私はもう働けるからいいけど、まだ小さい子もたくさんいるし。あさって、大丈夫、僕が必ずお金を取り戻すよ。孤児院は存続可能さ。確保！観念しやがれ！一狩り行くぞ！気をつけてください！まさか本当に舞い戻ってくるとはね。子供たちを誘拐して身代金までいただこうって腹だな。何の話をしてんだ。俺は初めてここに入ったんだよ。そもそもその事件を知らなかった。とぼけるな！この槍を穴という穴から突っ込んでやろうが！落ち着け！今はこいつの話を聞こうぜ！や魔物相手の狩りの経験しかないから、人間相手だと加減が分からなくて。でも解体は得意だから任せて。ナイフでパパッと皮を剥ぐのは得意なんだ。俺は本当にまだ何も盗んじゃいねえんだ。今日は手土産のつもりで。手土産？今この島にはある盗賊団が密かに逗留している。俺は入団希望者なんだ。俺たち悪党は実力主義だ。仲間入りの際なんかは手土産を持参して腕を証明するもんさ。だから目についたこの孤児院で金を盗もうと思って。
その盗賊団はこの島のどこにいるんだい？そこまではわからねえよ。合流する時間は決まってるんだが、場所は複数の候補があって、事前にやり取りした手紙によれば実際に会えるのは一つらしい。運よく出会えるかどうかみたいで。追跡されないための策かもな。かなり用心深いけど、そんな奴らがいるってことは。じゃあその合流場所の候補とやらを全て吐いてもらおうかな。皮を剥がれたくなかったらね。こんなところで一人で大丈夫ですか？全く問題ないさ。盗賊団が現れたら団長たちにすぐ連絡だろ。ピコロ様？え？こんなところで会えるなんて、握手してください。いつも応援してます。いいとも、街角で僕と握手。やったー！あ、よかった、胸元にサインもお願いできると。あと私ネズミに持ってます。サンルピなんていう破格な値段ですけど、よかったんでしょうか？もちろんさ、大切にしてね。だから言ったでし、これじゃ盗賊団が寄りつくわけないでし。でもあのコソドロが言ったポイントは全部街中だったよね。人目がある場所に盗賊団が来るかな。木を隠すなら森の中というでし。盗賊団も何もしなければただの人。昼間は街中の方が目立たないでし。そっか、それなら急いで着替えなくちゃ。なら目立たないでし、誰も見向きもしないでし、まるでいないかのようでし。あ、うん。誰も私なんて見ないよね。でもどうしよう。急いで着替えたからネズミ身が壊れちゃって。根津神宮に替えがあるから取りに行こうかな。あ、まだ掃除も風通しもしてない。一次試験は合格だよ。え？しばらく見ていたけど、見事な気配の消し方だね。まるで透明のようだったよ。こいつ、まさか。
もしかして盗賊団の方ですか？間違いなさそうだね。最初はただの一般人かと思ったけど、その答えを聞いて安心したよ。まさかこんなお嬢ちゃんだったとは。まあそれは私にも言えるかね。こう見えても棟梁なのさ。さあここじゃなんだ、私らの隠れ家に行くよ。入団を望むならついてきな。任せるでし、オラたちは後から向かうでし、それまで間を持たせるでし。父ちゃん、どうしたんだい、さっさと行くよ。お金、隠れ家にあるのかな。ここ、孤児院のためにも、私が頑張らなくちゃ。さあ、着いたよ。この小屋さ。お帰りなさい、姉子。そいつが入団志望者ですわい。まだガキじゃねえですか。あ、やっぱ頑張れないかも。私の目は確かだよ。気配の消し方はプロ並みだったさ。それに手紙に仕込んだ暗号を解読して複数挙げた合流ポイントの正解にたどり着いているわけだしね。へえ、姉子の暗号を解いたのか。やるじゃねえか。すみません、そんなの知らないです。みんなで別れていただけです。気が早いよ、お前たち。まだ一次試験通過ってところさ。どうすればいいんだろう。団長さんたちが来るまで、どうにか時間をつなぐしか。さてと、それじゃあいくつか質問させてもらおうかね。あんた、盗みはどれくらいできるんだい？特技は？経験は？ここ心当たりはないです。手の内を明かそうとしないってわけかい。やっぱり基本はできてるんだね。盗賊ってのはそうでなくちゃ。ペラペラ答えるスカタンもいるけど、そういうのは仲間にできないもんさ。なんか褒めてもらえたけど、バレるのも時間の問題のような。そうじゃない、私がこの人たちを説得しないと。私は十二神将だもん。あんたはこの盗賊団で何をしたいのさ。でかい仕事をしたいのかい？
なんだい？もっと平和的に、その盗みとかじゃなくて、持続可能な社会にしませんか？それは同じ相手から継続的に金を巻き上げようって意味かい？生かさず殺さずで？ちょっとエグすぎんだろう。引くわ。あれ？いえ、違う。悪いんだけど、盗みってのは同じ相手からは一度きりだよ。これは私らのルールなのさ。私らはあくまで盗賊団。さすがに買い殺しにして金をせしめるのはご法度だよ。いえ、私が言いたいのは、社会の一員になって盗みとかをやめるということで。つまり表社会に溶け込んでグレーゾーンのしのぎを見つけたいってことかね。発想がえげつねえ。どんな育ち方してんだい。そうじゃなくて、みんなを集めて笑顔にできる方が楽しい場になるっていうか。お金は盗むものじゃなくて、みんなからちょっとずつもらうだけで済むと思うんです。だから、集めた人を笑顔にして少しずつ金をいただくってのは、まさか賭場を開くって意味かい？確かにああいうのは胴元が最も稼げるわけだけど。ああ、いいえ、そういう意味でもなくて。あんたね、悪党だからって大事なもんを見失っちゃいけないよ。心っていうあったかいもんがあるだろう。あ、はい、すみません。姉子、こいつヤバすぎませんか？ちょっと悪すぎますよ。いや待て、なんか怪しいな。こんなガキが大それたことできるとは俺はどうしても思えねえ。おいガキ、てめえの力を証明しろ。証明？そうか、それもそうだな。仲間を希望してんなら手土産ってもんを見せてみろ。そんなの持ってない。どうすれば。諦めよう。正直に言って謝るしかないよね。自分の正体も全部打ち明けて。すみません、私こういうもので。やべえよ。人殺し。あのちょっと待っておくれよ。うちはあくまで盗賊団であって、そういうのは手に余るよ。
姉子、どうします、このガキやべえっすよ、十二神将殺しだ。私に言われたって、こんな大型新人うちじゃ受け入れられないよ。一見おとなしそうに見える奴ほどやべえことするんですよ。このままじゃ俺たちも同罪かも。この度は兵団へのご応募をいただき誠にありがとうございました。団内にて慎重に検討した結果、誠に残念ではございますが、今回は採用を見送らせていただくことになりました。あなた様の今後のますますのご活躍を心よりお祈り申し上げ。何の話をされてるんでしょうか。あなたにはきっと他にもっと輝ける職場があるんじゃないかと思いまして。本日は以上となります。ご退室はあちらの扉からどうぞ。帰れってことかな。よかった、どうにか乗り切ったみたい。でもこの盗賊団さんたちをこのままにしておけないし、罪を償ってほしいな。皆さん、こんなことはどうか考え直してくれませんか。誠に残念ではございますが、このまま無茶をすれば皆さんもいずれひどい目に遭うと思うんです。そう、例えばこんな風に。皆さんがこんな風にボロボロになっちゃう日が来るかもしれません。私らを始末しようってのかい。十二神将殺しを知られたからには口封じってわけか。ママ、もう帰っておくれ。誰にも言わないからどうかお願いだよ。はい、すみません。それでは。あれはお金。布袋には孤児院の名前がある。間違いない。また何か。いえ、なんでもないです。失礼します。
急ぐでし。この森の奥でし。まっすぐこの方向でし。ここをまっすぐ。じゃあ先に行ってるね。団長、後から来て。あの姉ちゃん狩りに加わってるとか言ってたっけな。この森は庭ってところか。あれ、ご人から盗んだ金がね、ここに置いといたのに。まさかあの人殺しが盗んでいったのか。盗賊から金を盗むた。まあここは一つ手切れ金ってことで穏便にね、姉子。いや、おうよ。人殺しだろうとなんだろうと、盗賊が盗み返されちゃう笑い草だね。行くよ、お前たち。あのガキを追うのさ。うわ、またいた。あ、先ほどはどうも。これから帰るところでして。足遅すぎんだろう。ねえ、あんた何かうちから盗んじゃいないかい。え、何のことでしょう。とぼけるんじゃねえ。俺たちの金を盗んだだろう、この人殺しが。てめえの血は何色だ、この快楽殺人犯め。あんたがどれほどの極悪人だろうと、私らにだってプライドがある。盗み返すとはやってくれたね。よくわからないですけど、このお金は返せません。元は孤児院のものです。ビカラー、デロイラさん、助けに来たよ。まさか一人で盗賊団の隠れ家に飛び込むとはね。あ、成り行きで仕方なく。敵が増えたからってビビってんじゃないよ。盗賊団の根性を見せな。そりゃ張り合いがないね。やっちまいましょうぜ、姉子。なんか全然怖くなくなってきました、サイコキラーのくせに。笑えるぜ、その血塗られた手で友情ごっこかよ。こいつらわけわかんないことを借り尽くしてやる。
なことはいいから早くそれをつけるでし。十二神将の根の神美からただいま参上。かしこみかしこみ。十二神将美から、バカな、死んだはずでは。なんで？盗賊団のみんな、悪いことはやめて観念するんだ。ちゃっ、やろう。団長、来てくれたのかい。ピカラちゃん、無事ですか。こいつらが盗賊団か、やっちまえ。なんだいこいつら。十二神将ミカラも生きてるし、私らどこで間違えたんだい。ほら、取り戻したお金だよ。これを持って急いで孤児院に戻ろう。悪い、オイラたちも説得したんだけど間に合わなくてよ。孤児院の接収は決まったんだ。私たちは明日院を出ていかなくちゃいけない。え、そんな。約束の時間に間に合わなくてすまねえ。いいえ、本当にありがとうございました。このお金は子供たちのこれからを決める足しにはなりますからね。後片付けがありますのでこちらで失礼いたします。団長、みんなどうもありがとう。世話をかけたね。あのデライラさん、ごめんなさい、お役に立てず。ビカラ、どうして私の誕生日なんか覚えてたの？私には誕生日がないので、その分人の誕生日をお祝いしたくて。自分の誕生日がなくても誰かの誕生日って新鮮なのですごく楽しい日なんです。なんかこうような感じがしてハッピーですし、だからユートピアでもお誕生日の方には誕生日シールをプレゼントしたり、誰かの誕生日を祝ってると実はその自分の誕生日みたいに妄想したり。だからいつも他人を祝ったり、他人を気にかけたり、他人を助けたりしてたんだ。はい、すみません、結局自分のことばかりで。どこが！バカ！バカバカ！人のことばかり考えて、あんたはもっと自分を大切に。デライラさん、誕生日がないなんて言わないで。あんたはここにいるんだから、誕生した日は確
確かにあるんだから。あ、そうなんでしょうか。でも孤児院は守れませんでした。デライラさんの誕生日なのに慣れ親しんだ場所が。私は別に外で生きていける。でもまだ小さな子供がいるから、うまく転院できるかどうか。そうだな、オイラたちにも手伝えることがあれば手伝うってこいつは言ってるぜ。あ、でもそれは大丈夫です。すみません、私言うのを忘れてました。大丈夫って何がですか？場所に当てがあるので。皆さんご一緒にどうぞ。何の話？ビカラ様、こちらはそのご覧の通り、ネズ神宮さん。今日からここを新しい孤児院にするといいや。その名もネズ神宮孤児院さ。由緒あるネズ神宮を孤児院に？しかしそのようなこと許されるものでしょうか？気にしないで、誰も住んでいないからね。ちょっと本当にいいの？むしろこっちも都合がいいのさ。ずっと一人で掃除とかしていたから、君たちがいてくれると助かるよ。ビカラちゃん、そういえばネズ神宮があるのにあの家に住んでいたんですよね。ビカラと初めて会った時、誰も住んでるように見えないって話もしたよな。だってこんな広いところに一人で住んだって仕方ないじゃないか。踊り子のみんなとの練習に使ったぐらいで、あとは掃除ばかりで持て余していたぐらいだよ。オラを忘れてほしくないでし。おっと、そうだった。というわけだからいいよね、ドーマス。根の神がそう言うなら、まあ従う他にないでし。こんなこと初めてですけど。ありがとう、ビカラ。どうお礼を言えばいいのか。これだけじゃないよ、君たちにお願いがあるんだ。これからは孤児院のみんなで僕のこのお耳を作ってほしいんだ。え？そのつけ耳を？孤児院にも収入源が必要だよね。だからこのネズ耳を作って3ルピでたくさん売ってくれるかい？内職ってこと？うん、作り方は後でみんなに説明するよ。ぜひお願いできるかな？もちろん、断る理由がないよ。だからね、デライラ、僕はこれから団長たちとあちこちでうんと活躍するよ。そうしたらきっとネズ神宮にいっぱい人が来て、たくさんネズ耳が売れるよね。ビカラ、ありがとう。私は今日たくさんの誕生日プレゼントをもらっちゃったね。気にしないで、僕にとってもハッピーなことさ。団長、他に何かあったかな？さっきこいつと
今日をビカラの誕生日にしたらどうかっていう話をしたんだぜ。そうなんです、ビカラちゃんのこともお祝いさせてくれませんか。僕の誕生日、誰もいなかったネズ神宮が生まれ変わった日だ。覚えやすいしめでてえだろ。それは明暗かも。生まれ変わったのはネズ神宮と孤児院だけどね。その通りだな。僕の誕生日って、いいのかな、何か証明とかは。私たちがいますよ。証人になるよ、私と誕生日が同じだって。誰にも文句は言わせねえぜ。みんな、それじゃあ今日はデライラさんとピカラちゃん、お二人の誕生日を祝いましょう。おう、ネズミミ作りながらな。団長さん、昨日はありがとうございました。あ、デライラさんと前より仲良くなれた気がします。団長さんたちのおかげで。孤児院や院長にですか。あ、結局そうですね、私の正体は言いませんでした。でもいいんです、いつかちゃんと成長した時にお話できるようになれたらと。それよりも、その私に誕生日をくれてありがとうございました。誕生日が団長さんからの誕生日プレゼントになって本当に嬉しいです。一生大切にしたいです。します。団長さん、あの日私を見つけてくれてありがとうございます。気空団の皆さんだけでも私にとっては贅沢なのに、誕生日までもらえて。私これからもずっと団長さんの誕生日もお祝いしたいです。いいでしょうか。